合格おめでとう、ソラ。おめでとう。ありがとう、お父さん、お母さん。これでソラも立派に大人ね。いやこれからは一人でも大丈夫よね。子供も一人立ちしたことだし、俺たちは俺たちの人生を謳歌するから。ねえ、何、どういうこと？このだだっ広い一軒家にこれから一人暮らしするってこと？俺たち共働きだったし、今までも一人暮らししてたようなもんだろ。生活費はちゃんと仕送りするから。じゃあそういうことじゃなくて、ちょっと、こうして私の新生活がスタートした。そりゃ多少は留守番には慣れてるけど、それでいきなり一人暮らし大丈夫とはならんでしょう。うちもいるよ。てるてんてんてんてるてんてんてん。もうこんな時に誰？ソラちゃん、大学合格おめでとう。カスリお姉ちゃん、どうしたの？消えてよ、今さっき。姉は数年前に結婚して家を出ていた。お母さんたちはもう、ソラちゃんやっと受験終わったばかりなのに。まあもうこうなったらどうしようもないんだけどさ、あの二人。ああ、家の掃除とかもろもろの管理とか一人でやっていけるかな。ソラちゃん、私もしばらくそっちに顔出すわ。でも家を開けたらお兄さんに悪いんじゃ。数週間おきに一泊する程度なら大丈夫や。私の実家なんだし、ソラちゃん一人に押し付けられないわ。お姉ちゃん。というわけで週末早速実家に戻るわ。県のお夕飯は用意していくから。はーん。ってそんな漫画みたいな話あるかよ。適当なこと言って外役とか絶対浮気だ。霞のくせに舐めやがって。決定的証拠を掴んでやるよ。はあ、お姉ちゃん。あれは確か顔合わせの時に会った妹か。なんだ、本当にただの里帰りだったのか。つーか、家でかくね。そういや霞の実家には来たことなかったけど、ここまで駅から近かったし、立地も最高じゃねえか。あれ、お兄さん、え、ケン、やべ、どうしてここに。いや、霞の話を聞いたら二人が心配で。こんな立派な家を妹さんだけで維持していくなんて大変だろうな。そうね、だから私も。でも家からの距離を通う霞も大変だろ。そこでさ、俺たちもこの家に住むのはどうだ。え、今井の一人暮らしなんて俺も心配だし、正直会社に行くのもここからの方が楽だし、ウィンウィンだと思うんだけど、どうだ。うん、男でかった方がいい時もあるだろ。まあ確かに、なんやかんやと丸め込まれ、姉夫婦との同居が始まった。ケン、この荷物は今にお願いできるかしら。はいよ。確かに男では頼もしいな。はあ、やっぱ畳のある部屋はいいな。少し休憩しようか。うん、昼時だし腹減ったな。あ、じゃあなんか出前でも。霞なんか作ってくれよ。え、俺カツカレー食いたいな。肉はあったよな。分かった、ソラも座って待ってて。いや、私も手伝うよ。あ、台所行くなら茶持ってきてくれよ。はいはい、お茶くらい自分で入れればいいのに、いつもあんななの。そうでもないんだけど、新居で少し気が大きくなってるのかも。しかしそれからも、お兄さん食べたお皿は流しに持ってってくださいよ。ああ、やるやる。いつやるのよ。現最近は相当羽振りがいいな。いや、実はカクカクシカジカシカシカシカってことで、義妹のために仕方なく同居してやっててさ、正直気使うけど、代わりにこうやって飲み代が手元に残るからいいかなって。いいお兄さんしてるじゃないか。それほどでも。さあ、おでま、やっと帰ってきた。ケン、最近飲みすぎよ。ああ、俺の金で飲んで悪いのかよ。帰ってくるなりうぜえこと言ってんじゃねえよ。ごめんなさい。嫁は笑顔で旦那を迎えて水を用意すんだよ。はい、どんどんエスカレートしてる。さらには、ただいまって、誰、おかえり。私は黒羽。俺は鉄。わさしはわさび。お姉ちゃん、ケンのご家族なの。わけあってしばらくうちに住むことになったって。わけって何。かすみさん、お茶。はい、なんか甘いの食べたい。かすみさん。はい。ねえ、かすみさん、孫はまだ見れないの。ちゃんと積極的にやってるか。お父さん下品。かすみさん、お夕飯はいつやるの。今やります。私も手伝うよ。ごめんね、そらちゃんにまで迷惑かけて。お姉ちゃんだけこき使われてるの見てられないよ。おい、そらちゃん、ビール追加くれ。はいはい、お待たせしました。ピエー。おっと、手がぶつかっちまった。いやね、うちの人誘惑しないでよ。なあ、そらちゃんどうしたの。いや、なんでもない。かすみお姉ちゃんのため、我慢我慢。後日。あれ、かすみさんは。黒羽さんにお使い頼まれて出てますよ。アイロンかけて欲しかったのに。じゃあ、そらさんお願い。なんで私が。それぐらいやりなさいよ、嫁の妹なんだから。どういう理屈。というか、そらさんはいつまでうちにいるの。いつまでとは。いつになったらうち出ていくのって話よ。はあ、ここは私の家ですが。何言ってんの。ここはもうかすみさんの旦那である玄元という私たちの家よ。うっせうっせ。そらさんもいい大人なんだから、いつまでも実家とお姉さんに寄生してちゃダメよ。うっせうっせ。この人たち完全にうち乗ってる気だ。お、何の話だ。お父さんからも言ってやってよ。そういえば、そらさん、ご両親から毎月仕送りしてもらってるんだってな。はあ、あ、そういえば、この家に入ってくるお金はこの家の人間のものだもの。家を出るときは通帳の引き継ぎとか
しないとね。手続きの準備くらいは手伝ってやるから安心して自立しなさい。そしたらうちでやってる店も売っちゃえば。ああ、家を売ってみんなで楽園業ってのもいいわね。骨の髄までしゃぶり尽くされる。はあ、このままじゃ本当に家を追い出されかねない。どうしよう。え、お姉ちゃん、はあ、ごめんね。ちょっとケンが変なこと言ってたから。変なこと？今使ってる空の部屋を近いうちに自分の部屋にするなんて星も話してて。星もじゃなくて絶対本気で言ってるよそれ。え、ガクガクシカ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 カタンで、私もこの前クロハさんたちに早く家を出てけって。そんな、お姉ちゃんもうこれ以上は我慢できないわ。ソラちゃん家を出ましょう。え、数日後。まったく、かすみさんとソラさんはどこを突き歩いてるのかしら。しばらく帰りませんって、こんなメッセージ一つで遊び歩いてていいと思ってんのか。あ、帰ってきたみたいよ。ちょっとかすみさん、どういうつもりなの。何日も家のことほったらかしてって。誰よその人。どうも僕は弁護士の藤と申します。で、弁護士。かすみさんにご依頼を受けまして、あなた方には即刻この家を退去していただきます。はあ、何よそれ、どういうことよ。嫁の譲り受けた持ち家は現の共有財産よ。だからここは私たちの家なの。出ていくのはそこの妹の方でしょ。いいえ、この家の権利は妹のソラさんにあります。むしろ居候なのは姉夫婦並びにあなた方一家の方ですよ。なんでよ、次女のくせに。それに配偶者の実家は共有財産でも何でもありませんよ。それどころかあなた方の行為は不退去罪が成立する可能性があります。家族を訴えるってのか。そうよ、ゲンが訴えられたら困るのはあなたのお姉さんよ。いいえ、私はもうゲンさんと家族でいることはできませんから。う、先に私を裏切ったのはそちらですよ。それはグリーンペーパー。私が我慢していれば妹には迷惑をかけないって言ってたのに。未だに子供もできてないくせに。離婚なんかしてこの先どうするのよ。結婚嫁にそんな時はないでしょ。それからこちら、不妊検査の結果、私には特に問題が見つかりませんでした。つまり子供ができない理由はおそらくゲンさんにあること。まあそれでなくても離婚の意思は変わりませんが。本気なのか。ちょ、待ちなさい。ソラさん、姉の将来と私たち一家の人生をあなたのわがままでぶち壊す気？ここまでするならそれほどの覚悟はあるんでしょうね。それは脅迫ですか。ならこの録音も合わせて法的措置を取らざるを得ませんね。うわー。なあかすみ、せめて慰謝料はなしで穏便に。あら、改めて裁判で決着をつけますか。すみません。だから家と店の売却は取り消しだって。はあ、無理。何言ってんの。私たちまだそこに住むんだから。待って、まだ話は。思った以上にあの土地金にならなかったな。どうすんのこれから。ちょっとあなた、帰るは一日一番よ。狭いのに寒い。ワンルームに4人はきついな。ソラちゃん、ソラちゃん、ソラちゃん、ソラちゃん。ソラ、どうしたの。相談なんて改まって。家どうした。実家を売却してマンションに引っ越したいって。売却？まあ好きにしたらいいんじゃね。だって買い叩かれないように交渉しなさいよ。いいんだ。うん、ありがとう。ほらね、お父さんたちならそう言うと思った。さすが私より長く付き合ってきただけあるね。それじゃ売却の相談、富士山に依頼しようか。うん、これから